皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあーみつです。今日はビドフランスのパンを買ってきました。前にビドフランスで食べ放題っていうのがあったので5回ぐらい電話したんですけど、撮影断られてしまったので、好きなものを好きなだけ買ってきました。今日はね、一つ一つご紹介しながら食べていきたいと思います。それではいただきます。じゃあまずね、あんみつの大好物、もちもちごまあんドーナツ。中にね、あんこが入ってます。いただきます。うん、うんうん、中はもちもちなんですけど外がザクザクしてます。生地はね、餅そのもの。あんこも、あ、餅の生地も甘くて美味しい。そしてごまが香ばしいです。今のだけ食べたことあるんですけど、他は初めてです。今度はこちら、カリカリチーズカレーパン、いただきます。ちょっとカレーきました。あんまり辛くなくて普通のカレーパンって感じですね。外側がすっごいガリガリしてね、食感最高です。なんか結構スパイシーでした。でね、チーズがカレーの辛さをね、マイルドにしてくれてます。今日はブラックコーヒーです。お次はこちら、フランスピロシキ、いただきます。ちょっと温めてきます。ちょっと温めすぎて熱いです。生地が肉まんみたいな生地かな。お、なんかほんとそんな感じ。熱い。あー、フランスピロシキ、フランス風の肉まんみたいな感じなんですかね。なんかほんと肉まんみたいな香りする。いただきます。中も肉まんみたいです。タケノコとか入ってそうな食感もあります。上だけちょっとね、チーズがかかって鉄板で押されたような焼き目がついてます。食感も味もほぼ肉まん。ではお次、ずっしり粗挽きフランク、温めてきました。ではいただきます。なんかパンとソーセージの割合が1対1って感じです。口の中でパンがちっちゃくなるので、ほぼねソーセージ。すごいジューシーで美味しいです。中にポテトとか人参とか入ってます。
美味しかったです。ソーセージがたっぷりなんですけど、しょっぱすぎなくてね、ちょうどよかったです。美味しかった。お次、マスクメロンパンいただきます。こんな感じでメロン皮で包まれてます。なんかホイップとメロンクリーム、よいしょ、いただきます。生地は少しもちもちした食感なんですけど、口どけが良くて、中のメロンクリームがしっかりメロンの味がして美味しい。生クリームと合います。ちょっとね、ホイップの少ないところは若干ね、水分取られる感じ。クリームたっぷりなとこが美味しい。今日はね、PR のお話をいただいたので、ここで一つ。皆さん、この時期空気とか気になることありませんか？花粉とか PM2.5 とか、室内ではカビとか、空気のリスクってね、結構いろいろあるみたいなんです。この空気リスクは多くの健康被害を及ぼす可能性もあるんです。こうした空気リスクを回避して、綺麗な空気環境の中で生活できたら気持ちよく生活できると思います。パナソニックさんでは、空気をきれいにするための空調技術と換気技術で健康的で快適な空気環境をサポートするクオリティエアフォーライフというのを提唱しています。今回ご紹介するのがパナソニックの空気を変えるナノサイズの技術です。電気を帯びた水、ナノサイズの帯電微粒子水というものです。ちょっと難しいですが、 OH ラジカルっていう成分を含んだ微粒子イオンを発生させることができるもので、空気中の菌やアレルゲンなどに含まれる水素を抜き取るという性質を持っているんだそうです。実際のイメージはこんな感じで、帯電微粒子水が菌などに接触することで菌を抑制する効果があります。要するに、空気をきれいにするという特別な技術があるっていうことです。というわけで、この機会にパナソニックの空気清浄技術を覚えておいていただけると嬉しいです。今回ご紹介した技術を参考にしながら、皆さんの日々の空気環境を健康的で快適に過ごしてみてはいかがでしょうか。空気についていろいろ紹介しているシンクエアーっていう特設サイトが下のリンクに貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。空気くんっていう漫画の連載も載ってて面白そうなので、よかったら見てみてください。以上になります。ということで、最後こちら VDF サンド4種のフルーツという商品で500円しました。ではいただきます。中はこんな感じ。カスタードも入ってましたね。クリームは思ったほど甘くない。フルーツの甘みがすごい。美味しい。いちごが甘酸っぱい。桃が一番美味しいかも。
ごちそうさまでした。かなりお腹いっぱいです。すごい満足しました。いや幸せ。ちょっとね、3月毎日投稿したかったんですけど、悲しい出来事とかあったりとかして、なかなか撮影する気分になれなくて、やっとね復活してきました。これからも動画投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。あんみつのリピートしたいランキングはこちらです。ビドフランスでおすすめのパンとかありましたら教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方はグッドボタン、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。